はい、では前回カッパーの、スペクトルを一通り取りました。うん、で最後はさ、多くの場合サーベイモードとかあとはマルチの酸素を取ったりすることが一般的です。まあ、今回はやりません。でシステムコントロールでエグジットして止めます。イエス、でこれで終了です。まあ主に今回は終了手順をやっていきたいと思います。で次にカードラックパワーをオフにします。うん、ね、いきますね。で次に X 宣言を、あ、じゃないです、この後は、PC を立ち上げるか X 宣言を PC を立ち下げるかX 宣言を立ち下げるかなんですけど、まあどちらでもいいです。まずじゃあ X 宣言立ち下げてみましょう。まずはこれをインターナルにします。終わるときはやってみますね。まずここのこれをエクスターナルになってますけど、これをインターナルに変えます。パチッとインターナルになりました。で次にボルテージを下げます。ここですね。これもう下がってるんですけど、ここは実は14ケーブルになってるので、これを左回しにして0にします。うん、0になって、まだなってない。あ、0になりましたね。0になりました。で0にしました。よっしゃ、よし。で次にここのボタンをオフにします。オフで、パワーサプライはもういいのでここもオフにします。うん、であとこのまま30分待ちます。なぜかと言いますと、この装置が冷却水とつながってるからですね。でここが冷却水で今冷えてます。で奥の部分の X 線管がまだね、暑いので冷えてます。冷やしてます。で30分待ちます。でここの装置は実はあの奥にありまして、これがチラーですね。これもちゃんと流量がなくなってないかも確認した方がいいですね。今度は使う前に確認した方がいいです。でこんな風になってます。でこれで30分待ちます。30分なので、あ、しまってやる気、30分ですね。で待ちます。で30分経ったらここが、ここをフィニッシュすればいいです。うん、ね、ではデータの取り出しなどはそんなに難しくないと思います。ただまあフロッピーディスク知らない世代がいらっしゃると思うので一応説明しておきます。フロッピーディスク、これです。これをここに入れてデータを取り出すってことですね。まあいいかな。まあそれはまた後からにしようと思います。一応これで測定は終了ですね。あとはサンプルを取り出すんですけど、サンプル取り出すの手順は入れるときと逆の手順になるだけなので、そんなに難しくないと思います。あとはちゃんと真空度をチェックするということですね。うん、まあいい感じですね。ちょっと締めが足りないかどうかは確認しますけども、うん、まあこれ以上回らないですね。まあこれぐらいですねという感じですね。でこれ30分経てばここをオフにすればいいですし、 PC もこれで終わりたいということであればスタートのシャットダウンで終わりでもいいです。まあちょっと終わらせておきましょうか。でここはハイで終われます。うん、いいですね。まあこんな感じだと思いますね。あとはそんなに難しくないと思いますけども、また機会があったら取り出しって言ったこともやろうかなと思ってます。うん、